健康運動指導士の長谷川です。今日は冬場こそ歩こう、歩く時の一工夫を紹介します。今日の運動は冬場の運動不足を解消したい人におすすめです。歩くことはエネルギー消費はもちろん、継続することで脳の活性化にもつながると言われています。今日は運動の効果が高まる歩く時の一工夫を3つ紹介します。1つ目はお腹をへこまして歩くです。お腹をへこましながら30秒間歩きましょう。普通に歩く時に比べてエネルギーの消費が 40% 増加し、お腹周りの引き締めにも効果があります。2つ目は大股で歩くです。大きな筋肉を使うためエネルギーの消費がアップします。3つ目は腕を後ろに引くです。歩くときは後ろに引くことを意識しましょう。二の腕の引き締めや姿勢を良くする効果があります。冬は運動不足になりがちです。自分に合った一工夫を取り入れて、普段の生活の中で歩くことを意識してみてください。健康な心と体を作りましょう。